本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて、今回はですね、こちらの企画です。はい、ずらずらと登場したのは、そうです。今回はダイソー企画です。ダイソーさんで販売されているノート、他、付箋を使用して、えー、最強の仕事ノートを作ろうという、今回は企画になっております。 ぜひですね、どなたでも簡単に取り組むことができますので、最後までご視聴いただければと思います。では、実際にどういったアイテム今回使っていくのか、企画、詳しく説明していきたいと思います。それでは、行ってみましょう。 付箋を使ったノート術なんですけれども、位置づけで言うとですね、バレットジャーナルやってみたいけど、少し敷居が高い方には最適かなと思っています。閉じ手帳とかシステム手帳ほど、もうそう、バリバリにタスク管理とかスケジュール管理は必要ない。普段愛用しているノートで仕事のタスク管理ができると、持ち運びも便利ですし、仕事もより効率化するんじゃないかなと。 そんな風に考えている方には非常にいいやり方かなと思っています。では、今回はですね、このノートと付箋、どういった組み合わせをしていくのか、えー、引き続きお話をしていきたいと思います。では、今回使用するアイテムですね、少し紹介していきたいと思います。まず、ノートはこちらでございます。一見、ノーブルノートにもこう見えないことがないようなデザインと質感の こちら、ノートです。こちら、ダイソーのオリジナル商品にはなってはいるんですけれども、こちらですね、高級筆記用紙のクリーム上質紙を使用していますということで、閉じノート、様々な閉じノートが販売されている中でも、非常に上質な素材でできている、多分、ダイソーさんの中でもこだわりの一つノートじゃないかなと思います。これが100円で買えてしまうというのも、そもそも破格に感じてしまいますよね。 非常にですね文具好きの方の要望とかニーズがしっかりとこうね組み込まれている一冊じゃないかなと思っていますそしてこれを母感にしながら今回結構ね付箋を使っていくんですけれどもいきましょう1つ目はこちらでございますはいインデックスにもなるチェックリスト付箋はい で見ていただいたらお分かりかと思いますが右の部分にインデックストゥードリストがあって事前にチェックボックスが書かれている付箋です。もうこのタイプも無印良品さんとかでも販売されているんですが比較的大きいサイズですね。 そして、えー、2つ目はこちらです。ウィークリー苦戦60枚入り。形はですね、チェックボックスは書いておらず、ウィークリープランという表題があって、月曜日から日曜日までのボックスが書いています。閉、え、じ、ー、手帳などでいう週刊フリーですね、週刊ページの役割になっています。はい、そして続きましてはこちらでございます。 マンスリー付箋はもう見ていただいたら説明不要かなと思いますが、フリーのボックスが1ヶ月分記載されているタイプですね。そしてもう一つはこちらです、えー。ウィッシュリスト付箋。まあ、ちょっとマニアックですね。使う方結構こうね、絞ってるかなと思うんですが、トゥードゥーリストではなくて、自分がやりたいなとか、そう思っているようなことを書くリスト表です。 私の前回のですね。手帳選び動画に出てきたまあ、第2領域を書くような付箋かなと思っています、えー、ウィッシュリストとこちらマンスリー付箋ウィークリー付箋チェックリスト付箋は？ 基本これ同じタイプです。そして型が少し違うんですが、えー、以前も登場したこの付箋ですね。タスク付箋40枚入りも使っていきたいと思います。なので合計1、2、3、4、5。5つの付箋とこちらノートですね。これを組み合わせていきながら最強のノートを作っていきたいと思います。それではセットアップしていきましょう。 えでは、付箋をすべて開封したのでですね、実際ノートにセットアップしていきたいと思います。で、私のね、このチャンネルで付箋を使ったノート術というのは結構たびたび登場するんですが、えー、私が結構意識するのは、サイズ感というのを意識していきます。そもそも、こういった付箋はですね、 このようにダイソーさん側は、例えばこうシステム手帳のリフィルの上に貼ることを想定されて、まあ、作られているようなんですがえ、私はこの付箋をパズルのように組み合わせていくことで、いかにこうノートに綺麗にはまるかというのをかなり意識していきます。では実際にですね、セットしていきたいと思うんですけれども、よしと。まず、今回の配置ですね、見開きで使っていきたいと思います。 まず右側から行きましょう。右側には、まず1枚目はこちらのですね、トゥードゥーリスト付箋値を使っていきます。トゥードゥーリスト付箋値めくっていただいて、ちょうどインデックス部分がサイドに出るような感じで、このようにペタッと貼ってください。こんな感じですね。貼ります。次にウィークリープランのこちら付箋を貼るんですが、トゥードゥ i リストとウィークリープランのこちら付箋の横幅は同じです。で、これ、 横並びにするとほぼほぼ B6 サイズにこうはまるんですね。もうこの2枚貼るだけで1週間の予定管理って結構もうできるレベルになります。右側はウィークリープランタスクとトゥードゥーリストを横並びで並べていきます。では左側行ってみましょう。左側に貼っていくのはマンスリープランとこちら、ウィッシュリストをこのように配置していきます。 まずは、マンスリーのプランをですね、上段のこの横線より若干上にはみ出るように、この場所に貼っていきます。そして、右側にですね、フリーができてますので、こちらの場所にですね、はい、えー、ウィッシュリストを貼っていきましょう。ウィッシュリスト1枚取って、上と揃えるように、このように1枚貼ります。こんな感じですね。はい。これで、マンスリープランの横にウィッシュリストが来ました。 で、私が今回なんで横線とこの高さの面を合わせなかったかというと、下段なんです。えー、下段にですね、こちらの、えー、タスク付線を貼っていきます。横線より上にマンスリープランを貼ることで、ちょうどこの下段にですね、空いたスペースの横幅を目一杯使うようにして、タスク付線を貼ることができるわけですね。 はい、これで全体は完成です。左側はまずマンスリープラン、そしてその横側にウィッシュリスト、下段にトゥール付箋を貼って、右側のページにはウィークリープランとトゥールリストを貼っております。見開きページを使いながら、1、2、3、4、5、5種類の付箋を貼り付けました。では、実際この内容にどういったことを書くのがいいのかですね、え先に書いていましたので、ちょっとそのページ見てみましょう。 では、まずは左側からです。左側マンスリープランに関しては、私のもう過去の動画でもよく出ている月間の管理内容になってきます。私はここにですね、時間は書か,かずにその日に何があるのかとか、えー、曜日を渡ったりとか、3日間、4日間、期間で発生するイベント名だけを書くようにしています。 特にこの付箋は1個1個のボックスが非常に小さくなってますのでかなりですね、あの書き方を意識していただかないと書き込みが難しいと思います、えー、例えば、まあ、ミーティングを MTG と書いたりとか、えー、HU はホームページをアップデートするの略称みたいに英語の頭文字を使いながら少しショートな言葉を使って記載するのがおすすめです この日に何があって何曜日から何曜日までにどういったことが発生するのかイベントを書くようにしていますそして右側のウィッシュリストは仕事ではなくて個人目標を書くのがいいかなと思ってます例えば体重を2キロ落とそうとか貯金を1万5000円しようとか 左側は仕事のことを書いていくんですけれども、あえて目に見えるところに自分自身の目標を書くことによって、1ヶ月仕事だけではなくて、自分自身もどういった行動をしていくのか意識するのもいいかもしれません。はい。下段はですね、こちら、トゥードゥーシートになっていますが、マンスリータスクを書いてください。1年間の年間目標から、 1>, 1ヶ月単位に落とし込んだ時に発生するようなタスクを書いていきます、えー、例えばまあ小売ベースでいきますと目標の売上予算があったりサマーのデコレーション期間があったりもしあなたがウェブ担当であれば PV 数であったりあとは月末の締め作業とかハロウィンの企画をもうこの段階から考えておく必要があるなどなど1年間を細分化した1ヶ月のマンスリータスクをここに書くようにします 上段では何曜日何日にどういったイベントがあるのかがわかる。下段では1ヶ月どのような行動をしていかないといけないかを見えるようにしています。どちらかというと、こちらはもうマンスリーに特化したページにしています。では、右側のページですね。どうなっているのか。ウィークリープラン。例えば私、7月の18日から24日まで書いていますが、ここは 各曜日のあなたがやらないといけないタスク、もしくはイベントの発生時間を書いてもいいかもしれません。経営会議があるのであれば3時からとか。はい。A 店の会議は2時からとか。 今回、バーチカルの時間管理し作っていないので、ここにメモとして時間を書くのも良し、すごく細かいペンを使うのであれば、その日その日でやらないといけない、デイリーのタスク管理をチェックボックスを使って書いていくのもいいかもしれません。 はい。そして下段のところには、こちらですね、週間目標。左側のこちらのタスクは、まあ月間の行動予定だったので、こちらの下段には週間目標ですね。月間売上げの75%は今週で達成しようとか、企画を3つ出そうとか、1週間の中の目標を下に書いてもいいかもしれません。 そして右側のトゥードゥーリストはデイリーではなくてマンスリーのトゥードゥーリストを書いていってます。例えば左側に経営ミーティングと書いているのであればその資料を作らないといけないとか、ホームページを更新する日があるのであればホームページの潜在写真を撮影しないといけないとか、 このように、こちらのトゥードゥーリストでは、デイリーの細かい予定ではなくて、あくまでも1週間の中でどういった行動をしていかないといけないのかというのを書いています。各イベントに関わるタスクを細分化して、まあ、ウィークリータスクとしてまとめていくというものですね。 なので今回のこの付箋全体としてフォーカスしているのはどちらかというとデイリーではなくマンスリーとウィークリーのトゥードゥーリストですねタスクを管理できるような配置にしております。 で、もし、これをやってみようと思われている方ですね。一日一日の出入りにもっと落とし込みたいなと思われるのであれば、こちらのページに余っている、例えばこちらです、to do リストの付箋を貼るなりして、一日の行動をここに書いていく。一日のタスク管理を付箋を使ってやっていく。そういったやり方もいいかもしれません。 実際にですね、デイリーのスケジュールの管理方法は、私のですね、過去の動画ですね、ちょっと上にカードを貼っておきますが、その動画をチェックいただくと、実際にバレットジャーナル使いながら、どういった書き方をすると、デイリーのタスク管理できるのかがわかるかと思います。というわけで、今回はダイソーで買えるノートと付箋だけで作る最強ノート、え少しお話をさせていただきました。えー、いかがでしたでしょうか ノート一冊にこれだけの情報を組み込むことができるというのはとてもやっぱり便利で楽。あと実際にこの動画をご覧いただいてセットアップしていく中でもう少しこういった配置の方が便利じゃないかなとか、えー、そういうふうに感じられる方も多いかと思います。ぜひ付箋は簡単に取り外し再設置ができますので皆さんならではのやり方を発見いただければと思います。 というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました良ければチャンネル登録よろしくお願いいたします